現行の大統領専用車大統領専用車とはアメリカ合衆国の大統領が使用する公式業事用自動車である。アメリカ政府は1930年代末期から先進通信機器などの便利な装備や走行板や防弾ガラスなどの防御装備を備えた車を大統領専用車として特別に発注、使用するようになっている。これ以前、 1910年代頃からアメリカ政府は大統領の移動にしばしば政府所有の自動車を使用しており歴史を通じて様々な車が公式非公式の大統領専用車として知られているこの役目には伝統的に自国製の車が採用され2019年現在大統領専用車として使用されている最新の車は GMC トップキックのシャーシに キャデラックのボディを乗せたリムジンである。そのためしばしば、キャデラック1と呼ばれ、シークレットサービスからは、ビーストと呼ばれている。プレジデンシャルリムジンの側面仙台の大統領、専用車は2009年1月20日に収益した。製造者のゼネラルモーターズ社によると、2009年、モデルキャデラックプレジデンシャルリムジンは、特定の車種から名称を踏襲しない初めての車である。 外観は、キャデラック DTS リムジンを拡大したように見えるが、シャーシと駆動系は、GMC トップキックからの流用と推測され、エクステリアもヘッドライトは、エスカレードの部品であるなど、様々な GM 社を元にしている。価格は公表されていないが、ロンドンを拠点としたガーディアンが見によると、米国政府が負担する1台分のコストは30万 US ドルである。本来であれば、 大統領の移動は統一されるところであるが、第44代大統領のバラク・オバマは、大統領在任中に各地を訪問する際、国内や国外でも、比較的安全な同盟国での移動には、ジョージ・ W ・ブッシュ第43代大統領が、使用していた DTS リムジンを引き続き使用していた。保安、警備上の問題からこの車についての所言は、最高機密に属している。 現在の大統領専用車は2018年秋に登場したもので全長、全高は機密事項とされている。重量は約2万ポンド。この車は少なくとも厚さ5インチの軍用レベルの装甲板に完全に覆われており、特殊鉄鋼やチタン、セラミックなどを素材に使用した複合装甲と言われる。その強度は前モデルの2倍にも達し、 近くで爆弾が爆発しようが、ロケット弾で撃たれようが壊れないとのことである。また、ドアは厚さ20センチ以上、防弾ガラスは厚さ12センチ以上とかなりの強度が確保されており、そのあまりの厚さゆえに、窓から十分な自然光が取り入れられないため、天井の内張り内に蛍光照明装置を備えているほどである。タイヤについては、 グッドイヤー車制のランフラットタイヤを履いており、銃弾を受けてパンクした場合でも走行できるようになっている。また、化学兵器による攻撃を想定して、内装なども完全密閉式になっていると言われている。エンジンは、重い車体を動かすパワーが必要なことと燃料が発火しにくいディーゼル重油であることから、ディーゼルエンジンが採用されており、爆発を防ぐ特殊な発泡体に包まれた。 燃料タンク付近には自動消火装置も備える。そして暗視カメラ、酸素ボンベ、輸血用血液製剤を備えている。他、過去の大統領専用車と同様に万が一周囲の護衛を突破された場合の装備として催涙弾やショットガンなどの重火器も全席に完備されている。これらの装備による重量増加により公表されている最高 この車は大統領を含め7人乗りであり、コンソールに搭載された通信装置が配される前席に2名が乗車する。前席と後席はガラス付きの隔壁で仕切られ、前席背後に位置するクッション付きの3人掛けの対面座席は折りたたんで隔壁に収納することができる。大統領と品格用の2人掛けの後部座席は個別に背もたれを倒すことができる。 左右の後部座席の間には折りたたみ式の机、内装に出来られた収納部には通信機器が備えられている。国内移動の場合ビーストは屋根に装着した指向性投稿ライトに照らされたアメリカ国旗と大統領旗を掲げる。大統領が国外を公式訪問する場合は大統領旗がその国の国旗に変えられる。この大統領専用車が国内及び国外へ。 空輸される場合は、主に、アメリカ空軍の大型長距離輸送機、C-17 グローブマスター3が使用されるまた、ナンバープレートは、基本的に国外でもそのまま使用されるが、日本など、そのまま使用することが禁止されている。国の場合は、現地の外交官ナンバーに付け替える。特に日本の場合、外務省の方針により、十分な任意保険に加入した上で、 日本の外交官ナンバーを取得する。アメリカ政府は外国の元首や政府首脳、その他の品格が訪問した際に使用するためにビーストと似たような設計のリムジンを数台保有している。車列も参照2001年来郊外へ出かける場合の大統領一行の車列は約45台の車両で構成されている。大統領専用車自体はシークレットサービスが管理しているが 警護者などの支援車両はホワイトハウス軍事局が管理する。また、大統領が大統領専用のサバーバンで移動する際は、2台のうちの1台のサバーバンが大統領標識を側面につけることになっている。車列には常に数十の伴走車、地元警察のパトカーや白バイ、医療車両が付随し、200人以上の保安担当者、多数の政治的側近、医者、 ェフその他が同行する。アメリカ合衆国大統領の中で初めて自動車に乗ったのはウィリアム・マッキンリー第25代大統領であるが、大統領が政府所有の自動車に乗車するようになったのは、その公認のセオドア・ルーズベルト大統領の時代になってからである。この時は政府所有の白いスタンレスチーマー車が使用された。さらに、 ルーズベルトの公認であるウィリアム・タフト大統領は、公式車として、ホワイト車のモデル M スチーマーを購入、使用するとともに、これに合わせて、ホワイトハウスの馬小屋を自動車用ガレージに改装した。またタフトは、これとは別に公式行事用に使用するために2台の、ピアースイコールアローも発注している。マッキンリーからタフトまで3台にわたって続いた、共和党政権が終わり、 次に就任したのは民主党のウッドロー・ウィルソン大統領であったが、ウィルソン大統領以降も大統領が自動車を使用する機会は増加していった。ウィルソン大統領は馬車よりも自動車を好み、ボストンの街で行われた第一次世界大戦戦勝記念パレードではキャデラックに乗車、キャデラックに乗った最初の大統領となった。さらに、ウィルソンの後任として1921年に、 就任したウォーレン・ハーディング第29代大統領は、大統領就任式に自動車で向かったことから、自動車で大統領就任式に向かった最初の大統領となった。1923年に就任したカルビン・クーリッジ大統領の時代には、初めてリンカーン車が大統領専用車として納入された。この車は、クーリッジ、ハーバート・フーバーの2台の大統領に使えている。 クーリッジは他にも豪華な1928年製キャデラックタウンカーを使用した。2011年現在のような各種の特殊装備を備えた大統領専用車が登場したのは1938年のことである。1938年にクイーン・メリーとクイーン・エリザベスと名付けられた2台のキャデラックのコンバーチブルがアメリカ政府に納入された。 当時の大型客船にちなんで名付けられた全長6.55メートル、重量3470キログラムのこの車は、武器収納庫、操縦信券用無線機、ヘビーデューティー仕様の発電機を備えていた。頑丈で信頼性の高いこの2台のクイーンは、フランクリン・ルーズベルト、ハリー・エストルーマン、ドワイト・ディ・アイゼンハワーと3台の大統領に使用された。 大統領専用車として特別に製作された最初の車はフランクリン・ルーズベルト大統領に使用されたサンシャイン・スペシャルと呼ばれる1939年製リンカーン V12 コンバーチブルであった。この大統領専用車はサイレン、走行灯、送受信兼用無線機の他にシークレットサービス要員が立ち乗りできるように特別に幅広いランニングボードと取っ手を備えていた。 しかし、1941年12月7日の真珠湾攻撃を受けて、シークレットサービスは、ルーズベルト大統領の暗殺に対する懸念を強め、さらなる大統領専用車の防御装備の強化が必要と考えた。このため、翌日に開かれた上下両院合同本会議に、ルーズベルトが向かう際には、サンシャインスペシャル号の代役という形で、 重装甲が施された1928年製、キャデラック341エタウンセダンが挑発、使用された。この挑発されたキャデラックは、シカゴギャングのボスとして知られたアルカポネが所有していた、ものであり、カポネの逮捕後は、財務省に没収され、大統領の輸送という皮肉な最後のお務めまでは、欧州物保管所にしまい込まれていたものである。この車は結局、 サンシャインスペシャル号が走行版入りのドア、対団体や分厚い防弾ガラス、短期間銃が収納された武器庫を備える防弾、防御仕様に改造されるまで使用された。ちなみにフォードモーター社は、このサンシャインスペシャル号を大統領府へ年間 500US ドルで貸し出していた。この車は百四十八年まで使用され続け、二千十年、現在はミシガン州、 ディアボーンのヘンリー・フォード博物館で常設展示されている。また、これらの車両とは別に、シークレットサービスは、後に、特製ボディの1956年、1976年、1983年製、キャデラックシリーズ75コンバーチブルを導入し、追犯車として1990年代まで使用した。1950年に、トルーマン大統領が使用するために、 特製の1950年製、リンカーンコスモポリタンリムジンが2台ホワイトハウスに納入された。アイゼンハワー大統領の提言により1台には、バブルトップと名付けられたガラス製の屋根が取り付けられた。この車は後に、ジョン・カイ・ケネディとさらにリンドン・ジョンソンにより使用されたが、1965年に、退役し2010年現在は、ヘンリー・フォード博物館で常設展示されている。 車好きとして知られたアイゼンハワー大統領は1953年の大統領就任式パレードで初めてキャデラックエルドラドを使用した暗殺された時にジョンカイ・ケネディ大統領が乗っていたのは光天寺用のプレキシュグラス製バブルトップも装着できる1961年製リンカーンコンチネンタルコンバーチブルであった SS-100X という名称で知られる この車は、新シシティのヘスアイゼンハート社で特別に製作されたもので、暗殺事件後には、事件で受けた損傷を修復するのに伴って、走行版、固定式の屋根、新しい内装、改良型のエアコン、電気通信装置、防弾ガラス、新しい塗装と化粧直しや、その他の手直しが施された。この車は、ヘンリー・ホード博物館に展示されている。 ジョンソン政権では、2台を大統領用、1台をロバート・マクナマラ国防長官用にと3台の1965年製、リンカーン・コンチネンタル・エクゼクティブ・リムジンが使用された。1968年製のリンカーンのストレッチ型がワシントン DC とジョンソンの故郷であるテキサス州オースティンで使用され、この車は2010年現在リンドン・ジョンソン、大統領図書館。 博物館に展示されている。一方で、ケネディ大統領時代から使用されていた X-100 は、1967年に再度、改装され、さらにリチャード・ニクソン大統領時代に、大型の一体型ガラス製の屋根が小型の窓と、開閉式パネル付きの屋根に交換された。この X-100 は1977年まで、現役を務め、最終的に、 ヘンリー・フォード博物館に保管された。ニクソン大統領は、シカゴのリーマン・ピーターソン社を通じて1969年モデルのリムジンを発注した。この車には、沿道の群衆に応えたい場合に、ニクソンが状態を車外へ出せるように、サンルーフが追加され、引き込み式の取っ手や、ランニングボードといった装備品を備えており、これらの装備は後にヘスアイゼンハート社製の、 モデルにも取り入れられた。この車は2010年現在、カリフォルニア州、ヨーバリンダのリチャード・ニクソン大統領図書館、博物館に展示されている。またニクソンは、全長7メートルストレッチ、走行版、防弾ガラスを装備し469ビックインチの V8 エンジンと C-6 型3速 AT を搭載した1972年モデルのコンチネンタルも発注した。 このモデルは収益期間中に車体全面の部品を1978年モデルのものにまで交換されるなど幾度も改装が図られジェラルド・アル・フォード、ジミー・カーター、ロナルド・レーガンと3代の大統領に使用された。ちなみに1981年の暗殺未遂事件発生の時にレーガン大統領が乗り込もうとしていたのはこの車である。この車は 現在、ヘンリー・フォード博物館に展示されている。1983年に、レーガン政権は、キャデラック・フリートウッド・リムジンを受領をした。この大統領専用車は、1983年2月に、イリノイ州、ディクソンで模様されたロナルド・レーガン大統領の、誕生日、記念パレードで、初めて使用された。この車は、ターボイ・コールハイドラマティック400三 AT を、 備えた最後の GM 車制の車であった。2010年現在、この車はカリフォルニア州シミバレーにあるロナルド・レーガン大統領図書館、博物館に展示されている。また次のジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は、フォード界250ピックアップトラックから流用した 460CU-IN 電子燃料噴射、V8 エンジンと E4OD 型4速 AT を 装備した1989年モデルのリンカーアンタウンカーの改造形を使用していた。ちなみに、このジョージ HW ブッシュ政権下で納入された車両が現在までのところリンカーアンブランドが最後に納入した大統領専用車となっており、それ以後はクリントン政権、第1次ブッシュ政権、第2次ブッシュ政権、オバマ政権と4度にわたって、 大統領専用車が更新されているが、いずれも採用されたのは、キャデラックブランドの車両である。なお、この、リンカーンのうちの一台は、現在テキサス州カレッジステーションにあるジョージ・ブッシュ大統領図書館に展示されている。1993年からスタートした、クリントン政権下では、キャデラックフリートウッドブロアムのプレジデンシャルシリーズが1993年に納入された。 外的脅威を最小限にするため、サンルーフやランニングボードは装備されず、1993年モデルのシボレー AC2500 ピックアップトラックが使用している、ものと同じ4 5 4 c u i ンのシボレー v 8エンジンと4リットル 80E 型4足 AT を装備していた。この車は現在、アーカンソー州リトルロックにある、 クリントン大統領センターに保管されている。なお2011年現在、このクリントン大統領センターで展示されている1993年モデルのキャデラックフリートウッドが公開展示される最後の大統領専用車である。以降の車はシークレットサービスの求めに応じて安全テストにかけられる計画になっており、最終的には破壊される予定である。 次のジョージ・ W ・ブッシュ政権においては、まず2001年モデルのキャデラック・ドゥビル・リムジンが政権に納入され、2005年にキャデラック・キャデラック・ DTS をベースにしたキャデラック・ DTS ・リムジンに代替された。この2005年モデルは GM 製フルサイズ SUV のプラットフォーム上に特製の走行を施しストレッチした DTS のボディを仮装したもので、 センティゴン車により特別に製作されたモデルである。この車は2005年1月20日のジョージ・ダブブッシュの2度目の大統領就任式で初めて使用され、2009年に現行モデル、キャデラック・プレジデンシャル・リムジンが収益した現在も大統領専用車として頻繁に使用されている。プレジデンシャル・リムジンほどではないが重量は重く、リムジンという前後に長い車体もあって、 オバマ大統領がアイルランドの米国大使館を訪れた際に車体の底が出入り口の傾斜部分に引っかかって立ち往生したことがある。従って日本で同車種を運転する場合限定なしの中型免許が必要であるでは運転できない。また仮に日本で同車種を登録した場合ナンバープレートは大ンの2ナンバーになる。この時の上下両院合同本会議で ルーズベルトが行った演説が有名な屈辱の非演説である。ありがとうございます。